はい、皆さんこんにちは、ハリウッドです。映画の時間でございます。ロードショー見てないんですけど、やっぱりこの時期ってね、僕はハリウッドでロードショー見ないんですよ、基本的には。で、なんでかっていうと、簡単な話、ハロウィンの時期なんで、ゾンビとかホラー映画が多いんですよね。で、ゾンビとかホラー映画が嫌いなわけじゃないんですよ。私のラジオ聞いてる人たちよくわかると思うんですけど、ただね、質が低いやつはね、がっかりしちゃうんだよね。やっぱりバイオハザードとかやっぱり見て、今でもね、やっぱり DVD で見たりするんですけど、レベル高いでしょ。で、僕ね、バイオハザードをゾンビ映画にするかどうかっていうのはちょっとまた微妙なんですね。で、私ね、実は言うとね、ゾンビ系って全然怖くないんですよね。だから、ホラー映画として見てないで、別の作品として見るわけですよ。簡単に言えば動物の作品みたいなもんだと、わかんないけど。はい。そんなわけでね、今回ちょっといろいろとね、ゾンビ映画を語ってみたいと思います。とにかく、もう昔見たものなんで、重複するかもしれませんが、おすすめがいっぱいあるんでね、行ってみたいと思います。それでは行きましょう。ジョリーに首ったけい。バイオハザードの話はもう今日してもしょうがないと、あまりにも優秀だから、あれをゾンビの映画としたくはないと。要するにやっぱり一つのミラジョボビッチのすごい痛快なね、アクションのものだと思いますよね。で、あの映画自体はね、前作に通じて、やっぱり後半の方でちょっとね、吸いつまがないとかあるけど、まあそれはいいでしょう。ゲームから発給したもんだから。はい。で、僕がおすすめなのは、2つの作品がありまして、ラバーボディと、はい。あとね、ダメなやつも見ますけどね、ラバーボディと、とにかくゾンビーランド。特にね、ゾンビーランド素敵でしたね。ラバーボディはね、本当よくできた映画で、すごくラブロマンスの、なんていうかな、ゾンビがね、あれよくできてます。ただね、ゾンビーランドの痛快さってすごいなと思いました。まあ簡単に言うと、みんなね、ゾンビになっちゃって、その中を、要するにゾンビを倒しながら行く、グループがいるわけですよ。で、Now You See Me ね、俗に日本だとグランドイリュージョンの役者たちが中に出てまして、いい役やってんですよね、本当に。やっぱり強さってものを見せてくれて、とっても良かったです。で、笑っちゃったのはね、ハリウッドがゾンビ化してると。そうすると、ハリウッドにいる、偽物のいるじゃんか、モノマネのチャップリンとか、あれまでゾンビしちゃってて、実に面白いと。で、ハリウッドの豪邸に行って、そのハリウッドの役者たち、役者の、まあ、有名な役者のところに行ってね、ゾンビじゃなかったんだけど、それをゾンビと間違えて殺しちゃうとか、まあ、いろんな話があって、最後は遊園地でゾンビと戦って、最後ね、なんとか倒すわけですけど、いい映画でした。本当詐欺師みたいな女の子2人を、またねその主人公の男の子2人とうまく合わさるんですけど、バラエティとしても面白いし、それなりに笑えるし、でやっぱりゾンビがよく作られてますね。日本のゾンビとか見るとひどいじゃないですか。とにかくね、役者がひどくてもうみんなゾンビっぽく見えないとね。その点面白かったのは、ラバーボディの中で、要するに女の子がね、そのゾンビの中に入っちゃった時に、一人のゾンビの、まあ、青年っていうのかな、少年というか青年が助けるんですよ。で、ゾンビの格好しなきゃいけないんだった時に、わざとゾンビのように歩くんだけど、大げさすぎて、ゾンビの男の子に怒られるのね。それちょっとわざとらしいよと。そのわざとらしい姿が日本のゾンビっぽいです。日本人のね。だから、どれほど芋役者がやってるかってことになっちゃうでしょ。だからハリウッドの役者たちっていうのはもうそのゾンビになる一つ一つもうそれでね仕事取れるわけだから、すごく真剣にやってるってことなんですよね。それを考えた時に、ああ日本の映画ってこれがまずいんだなと思って、何でもいい、早くは何でもいいって思っちゃいけないと、全てが役者であるってことをね映画の中で作ってほしいと思いました。他にもね、ランドオブジェットだとか、あと有名なところではワールドウォーですか、 Z ですか、でこれはなんだっけ、ブラッド・ピットが主演になるやつでね、やっぱり世界がそのゾンビ のウイルスにやられちゃって、だけどその免疫を作る薬があって、それだと全ゾンビと共存できるわけじゃないんだけど、ゾンビは襲ってこない、その薬を取るまでのもうその世界戦争みたいな形のものですね。でこれのシーンですごく面白かったこと、これ見てほしい時、イスラエルです。イスラエルって面白いもんで、そのガザ地区とかそのところにものすごい大きい高い壁があって、隔離されて誰も入ってこれないんですよ。ところがね、ゾンビは自分たちの被災を乗り越えてね、要するに上がってきちゃうんですよ。ね、そういうところとかもすごいですね。まあ、それ以外にもね、エアホースのね、なんだろう、エアホースじゃないか、要するに旅客機の中にゾンビが入っちゃって、みんな感染しちゃって墜落するっていう映画があったりとか、まあそうですね、この時期だけってわけじゃないんですけどね、ゾンビはね。ただ、この時期になると、実は調べてみると、ハリウッドはゾンビ映画とか、そういう恐怖映画がいっぱいです。で、まあ、ホラー映画、に関してね、ゾンビだけじゃなくて言うと、なんだろうな、これもゾンビだったんだけど、サンゲリアってのは昔あったんですよ。サンゲリアってね、変な映画で、昔、資料の、例えばね、なんだっけな、ゾンビっていう映画が日本で一番最初に出た頃、ね、それ、そうだよ、恐怖のミイラ男もそうですね。
ミイラ男っていうとなんかチャッチーイメージがするでしょ。だからマミーっていう映画だったんだけど、それをやめてハムナプトラにしたと同じように、ゾンビっていうとすごくあのなんか安っぽいイメージがあったっていうふうにその日本の人たちは考えたんですよね。それでサンゲリアって映画の題名したんです。これね、だから通訳で訳を見てると、あのサンゲリアが来たとかサングが来たサングが来たって言うんですけど、あの聞いてることはゾンビが来たゾンビが来たって言ってるんですよ。これほどいい加減に訳していいのかなと。まあ、うん、でもね、まあすごく怖い面白い映画でした。怖い映画でした、うん、だから恐怖映画の中で怖さを求める映画とそうでない映画があるんじゃないかなって聞きましたね。私の怖い映画の中のその昔ですけど最高におすすめはサスペリア。こら怖かったですよね。やっぱりあのキリスト教の宗教とそういうあれが出てきて、まあその修道院みたいな学校のところで起きる事件なんだけど、少女がどんどんいなくなっていく、その裏にあるその恐怖の作り方がうまかったですね。だからサンゲリアは面白かった。もう古い映画ですけどね。だから映像を見ちゃうとちょっとなんだけど、あの人の追い込み方はすごい、うん、あとね、強いて言えば今日はね出しませんけど、サンゲリアとあとねイベントホライゾンっていう宇宙のものね、これも怖いですよ。これあの心底震えるように作られてる、もうその作り方、カーク・ダグラスだったかな、誰だったかな、とにかくあの、マイケル・ダグラスか、ですね、あの息子の方だから、うん、がやったんじゃなかったかなと思いましたけど、やっぱり素晴らしかったですね。あ、違う、マイケル・ダグラスかな、忘れたからまあいいでしょうね。うん、それと、うん、それ以外にね、怖いのまだあったんですよね。サスペリア言ったでしょ。それでサンゲリアも言いましたよね。あのサンゲリアも怖い、サスペリアも怖い、そしてイベントホライゾンも怖いですね。他にもね、やっぱりね、そういうあの影に隠れて有名な怖い映画っていっぱいあるんですよ。だから一時その怖い映画を流行らそうとしてエクソシストをすごく古代宣伝したことがありました。あれもね悪くはないですけど、他のものに比べるとやっぱり怖さってことに関しては随分違いますね。あと日本の映画で一つ怖いのを一つ紹介しましょう。調べたらただで見れるんじゃないかと思うので、東宝が作りましたマタンゴ。これはね、僕ね小学校6年ぐらいの時見たのかな、怖くて一人で寝れなかったですね。あの簡単に言うと南海の小島に行くんですよ。そうするとここはね、あの食べられそうなキノコがあって、食べたら人間の体がどんどんキノコ化していくんですよね。ゾンビと同じでしょ。それでキノコ人間になっちゃうんです。うん、で最後たった一人だけ助かって、まあ、日本に戻るんだけど、その時に体がちょっとずつキノコ化していくところで終わるんですよね。うん、いやなかなかねこれは優秀でしたね。本当に怖い映画って感じでした。まあそんな感じでね、パッパ見てみましても、日本でも多少はあるんですよね。東宝の時代とか、ホラーは作んなかったと思いますけど、あとはね角川の、一番全盛期の頃なんかはいい映画作ったじゃないですか。だからそれぐらいの予算かけて、それぐらいの力のある監督が、日本は黒沢さんだけじゃないですからね。黒沢さんも悪くはないです。だけど、うん、歴史を作った人だから、じゃあ黒沢さんがスターウォーズの影響を与えたからってスターウォーズができるかって、そうでもないですね。でやっぱりそのゾンビ映画でもなんでもゾンビーランドは作れないですよね。だから本当にね、サンゲリアって言ったかな、あとサスペリア、これ2つ、それにマタンゴ、うん、あとはイベントホライゾン、この4つは、細かくはね話しませんけど、皆さんね探してぜひね見てください。やっぱ怖いです、うん、だからハロウィーンもね、どうやって過ごすかの時にこれ見ていいんじゃないですかね。あと楽しいハロウィーンだったら、もちろんご存知の通り、アダムスファミリーね、うちの仲良しのハンド君の、クリストハートがやってた、あれは楽しいですね。怖さじゃないですよ、まあ、奇怪な家族なんです。だからそういうのもありでしょ、うん、もっともっと言いますよと、もう本当にね好きなのはヴァンパイア系とかね、いっぱいありますけど、それを言ったらキリがないから、うん、今回はゾンビを中心に話もしました、うん。スペース系のゾンビもあれば、いろんなのもあります。あとエイリアンだって怖いもののうちだと思いますよね。だけどカテゴリーを決めたらどっちに入れるのかって分かんないじゃないですか。だからそんなことを考えてみてもしょうがありません。ただそのゾンビっていうのは、まあね、何でもホラー映画っていうかね、恐怖映画っていうのは面白いんだけど、美人ですぐ裸になっちゃう水着の女の子、おっぱいの大きい子は必ず最初に殺される。これは面白いですね。あとね、まだいっぱいあったフライトナイトだとかね、もう上げたらキリがないから写真は載せない。うん。ね、あとはなんだっけね、スクリームとかね、スクリームなんか怖かったじゃないですか。あとはなんだっけな、サマーバケーサマーホリデーかなんか忘れたけど、そんなのとかいっぱいありました、うん、皆さんはどんなのがお好きでしょうか。このねホラーのシーズンが終わったら、私はぜひねまたね新しい新作のものに行ってみたいと思います。12月までは多分日本にいると思う、あ日本じゃないアメリカにいると思います。ひょっとしたらメキシコ行くかもしれないんですけどね。皆さんがどんな映画を見るかの情報も教えていただければありがたいなと思います。とりあえずあったので今週は映画の話をしました。来週ちょっとね別の番組やっちゃうかもしれないので、とりあえず今週はこんなことで行ってみたいと思います。はい、音楽が始まりました。それでは皆さん映画情報ね、こんなのってなったらぜひ私にもください。私もねそういうの知りたいんです。知って初めて映画の話をしたいと思ってください。はい、それでは
また来週あることを楽しみに、さようならです。どうもありがとう。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。